チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは内藤陽介の世界を読む先生今日よろしくお願いします,しいしま,すまずはじめましてあなぜか聞き役の方が定着しない内藤陽介のない内藤陽介の方が定着しない,いす,すみませんお願い,い<の>させていただきますのあのこちらの,そのプログラムの改編の関係でえ よさんくお願いすることになりま,したしします。はい、楽しみにしてまいりました。どうぞどうぞ、よろしくお願いします、はい。今日はどんなことを教えていただけるんですか。えっと一応配信が10月1日ということなので、はい、えっとまあ10月1日ですから、あの実は今年はですね、世界で最初のハガキが1869年の10月1日に出て150年なんで。うん その話をしてもよかったんですがその話をしてももかったんだけど多分誰も興味がないんで世界のガ壊とかってガ壊してもよかったんですけど多分興味はないからでパラオが独立して25年なんですね10月1日でその話をしてもよかったんですがなんか話うん、でもそう振ってると絶対これ避けてるだろうというに言われてまあ避けてもよかったんですけどませっかくなんで一応評判の悪い中華人民共和国の話をそそっっかかしようかなという ことなんで,す、ねはい、でえっ、ー、とご案内のとおりあの教科書的に言うと1949年の10月1日に中華人民共和国が成立しましたっていうことになってるんですよ、うんはい、でその日をもってまあ国慶節っていう形で中国の建国記念日みたいな形になってるじゃないですか、うん、で,そでだからね結構ね国慶節のあたりって大変なんですよ昔あの、うん、中国の工場なんかにあの印刷を頼んでる出版社の仕事したことがあって、うん、その頃連休になっちゃうんで。うん それまでにななきゃみたい中国の出版社に印刷をお願いすることって印刷会社に中国で印刷をしてる出版社みたいなのがあってそこのそういう雑誌の仕事した時っていうと「すみません国慶節の連休に入っちゃうんで早くしてください」とかって言われて締め切りが早くなってっていうことがあったりしたんですけどよくそういう意味で四49年の10月1日に中華人民共和が成立しましたって教科書書書いてあるんですけども。 ただ、これは、あの、よく言うように、その、千九百四十五年の八月十五日に玉音層があって。で、パタッと戦争が全部終わったわけじゃないのと一緒で。あの、中華人民共和国という国も、その瞬間に出来上がったわけじゃないんですよ。なるほど。で、もちろん、あの、大東亜戦争終わって、第二次大戦が終わって。あの、国境内戦がずっと続いてて、四十九年の、もう、あの、中頃には、もう、ほぼほぼ。共産党が中国の主要部分を抑えちゃってね、ってことになるんだけれども、うん。はい あのまだ国民とって残ってるんですよね。で実は十月一日が国慶節になったっていうのはあの九月二十一日にあの北京まあ今北京と言ってるのは当時北平って言ってたんですよ。北京って言ってたんです。うんはい、でこの北京っていうのもややこしくってあの千百二十八年に蒋介席が一応まああの国民党が一応とりあえずその中国全体を中華民国全体をそのまあ代表する うん、組織にになななるというこって国民総政府ができたときに首都をその南京に扇として、うん、で首都が南京だから北京っていうのを北平っていうふうに変えたんですよ。に変えたんですよ、はい、でそれまでは一応あの戦後大名がいろいろ割拠しているような状態だったわけじゃないですか,、ええ、かまあその後もずっとそうなんだけど、まあ、それがより激しかったわけじゃないですか。はい、でそれが ただだ中華民国を代表するのは北京政府だったんですようんそれでもね、うん、それでもねとりあえずはね、はい、だから条約なんか北京政府とずっと結んでて、うん、その遠征街の流れを組む北京政府がやったわけですよ、はいええ、基本的にはでそれがまあ介石が乗り込んでいって孫文なんて言ってみればその戦国大名の一つでしかなかった、ええ、驚きです孫文の介石が一応まあ,あの中国全体を代表するそのポジションに就いたということで南京に移って北平になったわけですよでところが昭和12年に、うん あのシナジ変が起こって北京を日本が占領するわけです、はい、そうすると今度は北平を占領するわけですよ、うん、でそうすると日本がは元の名前の北京に戻すわけ、うん、でそれが45年までずっと今度北京にまた戻るわけでところが日本が負けて撤退すると今度は国民政府がもう一回中国を回復するということで北平に戻るんですよ、はい <laughs> ややこしくないだからこの辺っていうのはその時によって北越ってのが北京って言ってるのかって割と時期によってごちゃごちゃするんだけれどもそれをとりあえずあのまあ9月21日に49年の9月27日にあのまあ中国人民政治協商会議っていうのやって一応これでほぼ。 共産党がほぼほぼまあ国境な戦勝つよっていうのが見えてきたんで、はい、その後の中華人民共和国どうするかっていうこのまあ打ち合わせみたいなしたわけですよ、はい、基本方針を決めるまあほぼ決まってるのをその承認する会議みたいなやった時に首都を北京にしましょう北平を北京という,ふうに名前に戻して、うん、でその北京に首都にしようって決めるわけ、ねはい、で首席に毛沢東を選出するとか、うん、あるいは暦なんかをあのー なんか今でも中華民国歴って使ってるじゃないですか。うんうん、初めて知りました。すいません。あの新開、うん、革命を元年、え中華民国ができてから何年なんですよ。なるほど。うん、でちなみにこれ面白いのはあの大正時代もう1912年から始まるでしょ。ね、中華民国できたのは1912年でしょ。だ、うん、から金日成さんが生まれたとされるのもあの1912年ですよ。<laughs> かだから大正年号と中華民国歴と <laughs>、うん、あの地球歴ってのは年号一緒なんです。うん <laughs> わかりやすいですね。わかりやすいというのかな。でまあどうでもいい小ネタなんですけど、でそれをやめて西暦を採用しようとかね。でそれからあの国家を決めると。はい、からあの国旗も決めると。今のあの御成功期ってのはここでまあ正規国として採用しようって決まるわけです。でその時にあの十月十日後の十月一日に北京のテアモン広場で毛沢東が中華人民共和国が成立し。 を宣言するとセレモニーをやるというふうに決めたんです。うん、で、これをもって中華人民共和国が成立したというのが教科書的な説明で、だからこれが建国記念日っていうのは言い方をしてるんですね。はい、うん。なるほど。うん。でところがね、で、はい、そう書いちゃうそういうふうに書いてあると、なんとなくもうその時点で国民にとしても全部ケチらされて台湾に行っちゃったと思うじゃないですか。うん、なんかそんな感じですね。はい、残ってんですよまだ。結構、結構残ってて、はい、で。 国民党っていうのはその南京人ですけど、南京がまあ陥落しちゃうんで。これが1月には広州、関東ですね。関東に移るんです。はいうん、で、それのうち次に重慶に移って。っ生徒に移って、それで最終的に、うん、あの台北に行くわけ。 なるほどじゃあ随分こう南下して南下っていうか内側に入っていってもちろん台北を一つの拠点にするからその間にいろいろ顧客物館のもなんかどんどんピストンストはし始めるんだけれども最終的に台北に落ち着くのは月に入って結構10月から2か月以上そうそうそう最初だから1月16日からに南京から広州に移って広州が陥落するの実は10月1日の段階ではまだ広州は国民党の支配があるんですよね。 でその後に建国宣言をやった後に共産党が南下してきてですあ<ー>でここで一つのポイントなのは杭州っていうのはその対岸に渡って香港じゃないですかですすよなんでですか、あのー、結局香港に行かないというのは、うん、香港っていうのがその英領でしょ。で、はい、要は当時東西冷戦がもう始まってる時代だから。 結局アメリカなんかから経済制裁とか経済封鎖されるということでを、うん、そうすると香港っていうのが圧倒的にやっぱり中国の本土に比べて豊かだったから、えー、そこをあえてその営業のまま残すと、うん、で自由に出入りをしてそこで例えば貿易な経済制裁なんかあっても、うん、香港を経由して物を物資をやるとか、うん、あるいは情報を得るとかいろいろ交差拠点にするとか、えー、だから言ってみれば長崎の出島みたいな形で、えー、使いたかったんですよ。はい だから香港は絶対にそのこう攻めないと、うん、いとうことやる、ね、だから逆に言うとその香港を攻めないということでイギリスとは割と最初からその中共っていうのはうまくやるんですよ。うん、なるほどねだからまあ逆に香港もあのこれ朝鮮戦争が始まっちゃうと中国の,あの経済制裁で経済封鎖するんだけどもそれまでは上海とかその辺の資本が全部香港に逃れてきてなんかして対中貿易でボロ儲けする、うん。 うん、一時的に香港ってものすごい好景気になるんです<ー>で逆にその上がりをその大陸の共産が吸い取るということをずっとやるわけね、うんうん、でもちょっとそれ話していくと長くなっちゃうんだけども <laughs>、えー、で、まあ、重慶がその11月の末に陥落をして、うん、12月の,その、えー、27日には成都までとうとう陥落しちゃうと、はい、で12月に入ってその国府が国民政府が岩手台湾に正式に移るわけですよ。はい でこの時にあの根本中将って、まあ、旧あの、ええ、日本軍の三門、はい、がこれは有名な話ですけども、うん、占領下の当時まだ日本占領下ですからそこから台湾に渡って金門島周辺の戦いを作戦指導したということをやるわけですね。うん、でこれちょっと先あの話をちょっとずっと後の話になっちゃうんだけども<え>あの金門島ってのはあのは後に台湾とその中国の,その争いがあるようなところになるんだけれども、うん、この金門島ってのも実は中国はあ,のあえて残すんですよ。 共産政府はへななぜあの金門島っていうのはあの台湾から比べるとかなり大陸の沿岸にある島でしょ、はい、金門馬諸っていうのは、はい、あそこをあえて台湾側の支配下に残すすんで,す、うん、で中国にしてみると台湾を統一するっていう時に一番困るのは何かっていうとだから国民政府は介石の建前としては今は自分たちは台湾に引っ込んでるけれども自分たちこそが中国全体の、うん 代表だって言ってて言るわけでしょ、うんはい、その意味では台湾と中国は一体だって言ってるわけですよ。うん、でこれがいや大陸と関係ない台湾と独立するって言われちゃうと攻め込めないから、うん、だから、うん、それ困るんですよ。そうすると、うん、台湾の側が 自分たちが、あのー、国民蒋介石の立場でいうと自分たちは台湾だけではなくって中華民国というのは中国全体を代用するって言った時に台湾以外の土地が欲しいわけ、はい、ないと建て前として困るわけ、うん、ごくわずかでいいから、うん、それは金門なわけですよなるほどだからその金門島を意図的にお互い残しておいてお <laughs> お互いい残しておいてやることでいい台湾と大陸っていうのは、うん、これ要するにこれがセットだよねっていうのは、うん、共産党側も蒋介石側も共通なんです。うん でこの建てまえるためには実は金門島っていうのは台湾側が残ってないと困るんですよ。それが後で気がつくんだよね。モタクトが。はい。は<ー>あのでちなみにこれ教科書的に言うと、えー、台湾の国際法上の地位ってのは未定なんですよ。えー、えー、ええー。ご存知だと思いますけど。はい。結局日本は撤退したけれども、はい、あの領土をある国からある国に移転するっていうのはきちんとその交渉協約を結んで、はい、領土割条の手続きを取らなきゃいけないんだけども、日本が撤退した後台湾の受け皿が今宙に浮いちゃってる状態なんですよ。ああなる。 基本的にはは一応国としてて認めいいないいや台湾というか台湾島ねあの,島、うん、あの土地の主権者がどこが引き受けますかっていうところの条約はやってないから宙に浮いてる感じなんですよ、うんうん、じゃ今の台湾政府はどういう位置づけで自分たちを置いてるんでしょうか、ね、だから二通りあって、うん、要するに台湾として独立をしようという国、うん、から要は国民党の古いタイプの人なんかは、うん、要するに大陸と台湾とて一体だってたまたま自分たちは台湾しか、はあ 自分たちの権力を及んでないのが大陸だけれども、うん、自分たちはその台湾たまたま台湾にしかいないけれども、うん、本来は中国全土が自分たちが支配すべきだとだね、うん、なるほどだから本来その一つの中国っていうような形を言うんだけれども、うん、あのそれはだから台湾という島はどこが支配するかということと、うん、あのー。 台湾が独立するかどうかとまた全然別の次元の話になんだけどまあその辺福田さん話になってくるんですけれども、ただどっちにしてもその金門島なんかは残っているということで、えー、あの国民政府の側は台湾だけではないという、うん、<laughs> あの根拠になってきたんですね。まあその他にもあのいくつかちっちゃな島なんかがあるんですけど、で、うん、まあその根本中将の話がちょっとそれちゃったんだけれども、はい、で、1950年年明けて50年1月になっても、うんえー、だからあの大陸の周辺の島なんかは結構まだ国民党が残って 共産党が制圧してないいところはいくつポポツポツ残るんですよ、はい、で一番大きなまあ海南島だったんですけども、はい、まあ海南島なんかはまあこれ50年年明けて5月に制圧されちゃうだ、うんうん、から50年に入るとこの頃からその東トルキスタン、まあ、新疆省ですよねだ、うんはい、からウイグルの方に、まあ、あの共産党側がその、まあ、あの制圧をしていくと、はい、それからあのチベットの手前の聖の書とかその辺なんかも抑えていくということをやって徐々に拡大をしていくわけですよ。うんはいで 海南島を抑えたのがあの50年の5月1日で,、はい、1> でそれからあの仙山群島って船山って書く仙山群島ってあるんですけど集、うん、山群島かとあるんだけれどもここを占領したのが5月16日なんですね。うん、で実はこれどういうタイミングかっていうと1950年のああだから争始まるんですね結局 中国にしてみれば朝鮮のことなんか発揮最初どうでもよかったってそれどころじゃないの自分たちの祖国統一っていうかだから台湾に江崎さんなんかの本だと要するに毛沢東は台湾を最終的には制圧したかったんで朝鮮戦争に兵を振り分ける余裕がなかったっていうことをざっくり書いてくれてるんだけれども実はこの50年の段階で台湾までも行かないのよさらにその手前の段階なわけ。だからもちろん あの朝鮮なんかやってられやってられないですよ、ねうん、<laughs> でもう一つはあのー、ソ連に、あのーまあ、当時の共産世界の首領は、はいあのー、ソ連ですから、はいはい、でスターリンっていうのが共産主義全体の首領って言ってたで、うんで偉大なる首領様っていうと、うん、今でこそ北朝鮮で偉大なる首領様っていうとキム・うん、イルソンだけどキム・イルソンなんだけど。<laughs> はい この1950年頃までっていうのはスターリンなんだよ、うん、お朝鮮語でビデオ、ねあのえー、に「シロニム」って言ったらこれはスターリン原則なわけよ、うんあの。キム・イルソンが偉大なる首相になるのはもっとずっと後、うん、あと、ね、60年代入ってからなんですよ。えー スターリンが首領だからその下にくっつ,くくっついてで、うん、そしてまあ,あの共産世界の中で毛沢東っていうのは必ずしもそのスターリンと関係がよくなかったというスターリン自体が毛沢東あまり信用してなかったというところもあるんだけれども要は毛沢東って基本的に土着の人だからあ<ー>要するにコミンテルンが派遣したりコミンテルンの言いなりになる人じゃないからあなるほどねあの彼が調整っていう形でいわゆるその 国民政府の下あるいは、うん、あの日中戦争の時代に戦ってた時っていうの、うん、コミンテルンが派遣されたやつなんかを粛清しまくってるわけですよ<ー>権力闘争で。<laughs> だけれども一応共産政権ができたからということで、うん、挨拶行行って援助なんかをもらいに行くわけ、うん、でそれが中ソ友好同盟五条約ってなって、うん、で当時あの「コース一辺倒」<laughs> でね、向かうソ連の一辺倒みたいなでソ連様から援助をもらって自分たちは国家建設しますみたいなことを言うんだけど。 でも毛沢東の本音でいうと実はもらえたんだけどソ連意外と消しだよねって思ったほどくれないし、うん、いやくれるんじゃなくてあ,のあるいはだだから後で返すみたたいな話っ結構渋いよねこいつはっていうことで,でそれもあって香港はこれはお生かしておいておい、うん、香港からその利益を吸い上げるという<ー>もう一つ財布持ってないとこれやれないよねっていう意識があったけどでもすごい頭がいいという言い方失礼だけどもう本当にスターリンが首領大使用だった。 ななわけけじゃいですかだどその辺ってしたたかだから計算があるっていうか結局スターリンが派遣して作った国じゃないからその辺がやっぱりキム・イルソンだとかあとは東ヨーロッパの国々と違うんですよ。でスターリンとの関係でいうと実は中華人民共和国っていう国はこれは中華民国を受け継いだその中華民国はその新者を受け継いだってことになってるじゃないですかところが受け継いでない部分があるんですよ。 モンゴルああ<ー>で、要するに清朝の時っていうのはそのモンゴル、うん、今のモンゴルという国が五尾砂漠で分けて南モンゴルと北モンゴル、うん、内モンゴ外モンゴっていう分け方をしてますけれどもあの外モンゴっていうのも清、うん、朝の時代は清朝の領土っていうか、まあ、新朝の枠内に入ってたわけですよね、うん、で、家中華民国というのはそれを全部継承したという建物なわけです。うんはい でところが1920年代にモンゴルという国はロシアソ連の強い影響下で独立をするわけじゃないですか、はい、で国民共和政権はそれを一貫して認めないと立場を取っているわけ、うん、だから。 例えばこれあのこの山、まあ、たまには切って見せないといけないんですけど <laughs> <laughs> これね例えば、はい、中国四十三年にこれはあの不平等条約が改定されたというところに記念切手なんですけど、はい、実際に出たの四十五年までずれ込むんですけれども、うん、あの小解石の理解している中国地図っていうのはこういう地形なんですよ、うん、で満州も満州国認めないからアメリカアリカ陸ですね南米大陸あの北米大陸みたい、うん、ねで形似てるんだけどね <laughs> で,でここ注目切手がいただきたのはここなんですよねでここ飛び出てでしょコブが、うんうん、はい ここはモンゴルなんですモンゴルという国の独立をそもそも認めないからだから国民党には台湾なんかでも長いこと妄想委員会ってなったんですよ。妄想の門はまあモンゴル蔵はチベットあそこは全部中国のものだから外交じゃなくってモンゴル関係は国内問題を扱う例えば何だろう北海道沖縄開発庁みたいなさなるほどノリだったわけよ。リですねいると 結局スターリンから援助もらわなきゃいけないからモンゴルっていうのはこれスターリンの要するにソ連のさ衛星、うん、国だったんですよ。はいはい、だからここでこのしっかりそのこれこれはそのさっきのあの同盟条約の記念日手なんですけど、はい、そうするとこの中国地図っていうのはしっかりこのモンゴルとその中国の国境出ててモンゴルの独立を認めちゃうわけですよ。ああ、南モンゴルも入ってないんですか？いや南モンゴルはその中国の中に、はい、入ってね。で要するにあの外蒙古とかだからここがほらあのコブのところがこうえぐれてるじゃないはいはいはい。 モータクトのその首ぐらいで国境がで <laughs> これを例えばやっぱり彼なんかにしても、うん、やっぱりあんまりそのおっぴらに言うと、うん、領土を売り渡しちゃったみたいな形になるからなん<ー>となく微妙な書き方してるんだけどちょっとわかんないように自分乗っけちゃった、うん、乗,乗ってんだけど <laughs> でもよくよく見るとちゃんとらしっかり国境が出てるわけねなるほどねうん。 それで、あのー、そういう形にあるわけですよ。で、あのー、だからそのモンゴルはまあ切り離した形で受け継ぐっていう形にあるんだけれども、うん、それがさらにそのチベットになってくるとチベットまでその中共が制圧していくっていうのはこれ51年の4月まで伸びるんです。ああ、うん。だからあのまあチベットそのまあチベットはまあ独立国だっていう独立国だったということ言われているんですけども、はい、実際反独独立完全な独立国かという微妙なところがあって、うんうん、まあ反 半分の独立国みたいな感じだよね。うん、要はあのー、中華民国の時代も、はい、南京政府のあのー、影響が及ばない地域だけど完全にそれ独立したかっていうと、はい、ちょっと国際的に微妙だよねっていう、うん、あのそんな地域だったんだけれども、えーえー、これがもう完全にその中国が入中共が乗り込んでいって制圧つね51年の4月5月なんですよ。<ー>でこれは言ってみれば朝鮮戦争やって朝鮮戦争で、うん、あの国連軍がもう 中朝国境まで来て、ええ、でそうすると毛沢東が何て言ったかと最初だからその朝鮮戦争どこじゃなかったんだけども、ええ、あの中朝国境まで来ると毛沢東何て言ったかっていうと、うん、当時の,そのいわゆる中国の人民解放軍の司令官とか中国首脳部は朝鮮なんかほっとけっていう人もいっぱいいたのよだけど毛沢東は唇が転んだら歯が寒いって言ったのよ、うんうん、要するに唇なくても生きてはいけるんだけど、うん、歯が寒いのは困るよねって言って、うん、ああの人民志願後を派遣したんですね。ええ、すごい例で そうで,そうやってでものすごい数派遣してものすごい犠牲が出るんだけれども、うんうん、でその一方でチベットだけは絶対やるぞって言ってごにやるわけですそれでチベットまで取り込んで,、うん、で要するにモンゴルを除く清朝以来の,その、まあ、いわゆる中華世界中華帝国をその、うん、継承するんだっていうことをずっとやるわけですよ。えー そうでだから、で結局その51年の,その4月4月 5,、まあ、5月の23日にいわゆる17か条協定というのがあって一応自、自治ということなんだけども、はい、あの彼らはそのチベット解放ということを言うわけですよね。 <で>うん、その後もあの実はその大体これでほぼ制圧しいわゆる中華人民共和国の,あの領土というのは固まるの大体これぐらい<ー>でその後も例えば雲南省のビルマとラウスの国境地帯では、えー、国民党の,その、まあ、残党勢力みたいな人たちがゲリラになって戦ったりそうそ<の>するわけ、うん、でこれがあの、まあ、7月には、えー、かなりな部分が2月ぐらいビルマとかタイにその逃げちゃうんだけれども、うん、その人たちがどうするかというと今度ゴールデントライアングルという。 うん、黄金のその三角地帯っていうのを作って、うん、黄金の三角地帯。<laughs> 麻薬の有名なの。<ー>で、あそこなんかでその、うん、まああのー。 共産ギリアとも戦う要するに国民党系の人だから、ええ、でそれが例えばタイとかそういうところではそういったあの共産ゲリラと戦う勢力っていうのは割と重宝されてああタ,イのタイとしてはねタイとしてもね、うんはい、でででアアメリカなんかも見見て見ぬふりりしたたすすするわけですよ、まま、マフィアみたいですねそそうそうだからこれはあの香港のマフィアのいくつかの,その流れもあるんだけども例えば14系なんていうのはもともと国民党の特務機関だった人たちが、うんえー、地元の役座さんじゃなくって、ええ、それが 上海とかあの辺で香港に行って麻薬なんかを売ってたのがいわゆる国民党から切り離されちゃってこの大御所参画してまた別なんですけどね切り離されちゃったのがいつの間にかそっちが専業になっちゃったて感じ人たちが出るわけでそれがだから結構ほ戦争っていうのは正規戦だけじゃなくっていろいろあるじゃないですか裏工作みたいな奇跡なの。 であの非合法なこともいっぱいやるわけですよ。そういう汚れ役みたいなことやる人たちもいっぱいいて、それが本体が切り離されちゃうと汚れしかな汚れしか。そう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 。汚れ仕事があの本業になっちゃうって。でまああのその人たちはあの70年代にまあ一応タイに基準して、でそしてまあタイからその土地もらって、はい。でその主にその高知でお茶作ったりなんかしてのがそのまつって、中国人それでやったその中国人だから。でこれってよ49年の10月1日かもう2年。 そうだから少なくもチベット制圧まで2年かかってるわけです、うん、そ,こそれでもあえてもうこの状態で今の中国、うん、だからまあ今の中国の一応まあ共産党があの中華人民共和国という枠組みを掌握するにはそれぐらいかかってるんでこれはあの、まあ、たまたま今回国慶節にぶつかったんでお話をしたんですけども、はい、あのよく例えば何月何日に例えば建国とか。うん 何月三日に何とかっていうこう、割と日付でこう言っちゃうと、デジタルに切り替わってうのは錯覚があるんですけども。割とそうじゃなくて、こう、なとか、なん、そうだけど、だら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 、いくんだよっていうことの一つの事例として、ちょっとお話をしてみたいと思いますね。すごい興味深い話でした。でも、ちょっと一つおり込みました、ね。国慶節。はい。説はい、はい。ありがとうございました。はい、どうも。